だ。待て、この前モグラ島と対決したあんただよ。へへ、百面相のジュリアンは僕の二つな。いや、今はこんなことを話してる場合じゃない。まずいことが起きた。フックの親分がフォールマスターを持って一人で大航空に行っちゃったんだ。しかも何か危険なことがあるみたいで、他のやつは一緒に来るなって言ってて、僕の代わりに様子を見てきてくれないか。フォールマスターはフォールマスターだよ。フックの親分が持ってると必ずひどい戦いが起きるんだ。フックの親分はコークにいるフェスマンさんに親父に何か起きたって聞いて飛び出していったんだ。コークには悪い奴がたくさんいるから、子供は勝手に入っちゃいけないんだ。だから僕の代わりに様子を見てきてよ。フックの親分の親父でモグラとみんなの親父だよ。フェスマンさんはみんなに優しくて、要するにすごい人なんだ。じゃあ頼んだぞ、急いで行ってきてくれ。冷静になれ。俺たちは生計を立てるために働いている。それはみんな同じだ。とりあえず座って話をしないか。聞こえのいいことを言いやがって。俺たちはあんたをリーダーのように扱ってきたのに、あんたは俺たちにこんな仕打ちをするのか。お前は俺たちを裏切った。あんたは鉱脈の情報をあの狂った女アントニアに売っちまった。俺たちが先だったのに。そのせいで俺たちはあいつらのために働かなきゃならない。この裏切り者。どうした、返す言葉もないか。情報を売ったことを認めるんだな。お前たちはみんな悪いやつだ。親父をいじめるな。フックいやいや逆だよ。お前の親父が先に俺たちをいじめてきたんだ。信じられないなら聞いてみな。親父。そうだ、アントニアに話したのは俺だ。だが鉱脈を最初に見つけたのも俺だ。どうするかは俺の勝手だ。あんたは持っている探測機を使っているだけだろ。俺たちが探測機を奪い取ってもまだ傲慢な態度を取れるのか見てやるよ。俺に近づくな。俺は大義のためにやってるんだ。いつも問題を起こそうとするお前らとは違う。どうやら痛い目を見ないとわからないようだな。野郎どもかかれ。この私がいる限り親父に手を出せると思うな。お前は早く私を手伝え。また一人やられに来たのか。まあいい、一人増えたところで何も変わらない。俺の実力を思い知らせてやる。真面目に行こう。うちのとっておきを食らえ。お前は大丈夫か？心配しないで、
私にはホールマスターがあるから怪我なんて怖くない。それならよかった。そこのジョーちゃんは怪我してないか。助けてくれてありがとうな。ああ思い出した、お前がナターシャの言っていたよそ者だな。来たばかりでコークの紛争を解決したと聞いていたが、まさか今日も助けられるとは。流浪者との紛争は今に始まったことじゃない。争いを一時的にでも止めたお前にみんな感謝している。親父、早く魔女ババアのところに行こう。ひどい怪我だ。だが鉱脈探測機が盗まれた。早く探さないときっと二度と見つからないだろう。ああ、ただの工具だ。なくしたならそれでいい。診療所に行こう。いい感じ。まだ早いし、どこかへ行く？傷の手当ては終わったわ。今は医療物資が不足しているから、これ以上の問題は起こさないように。いい？聞こえないふりはやめなさい。君のことを言っているのよ、フック。私は何もしてない。悪い奴らが先に手を出してきたから自己防衛しただけだ。こいつが証人だよ。おい、一体どっちの味方だ。分かってるならいいの。この子に好き勝手させちゃダメよ。もう時間ね。最後にもう一度だけ言うけど、フック、これ以上騒ぐとホールマスターは没収よ。分かった？分かったよ。モグラ島のボスたるもの、自分の言ったことは守らないとね。それじゃあ、私は今からカルテの記入をするから、君たちは好きにしてて。お前とナターシャのおかげだ。そうでなければ俺たちは親子でひどい目に遭っていた。数日前、鉱脈探測機で地髄鉱脈を発見して、その情報を採掘チームの監督であるアントニアに売り込んだんだ。流浪者たちはそれを知って俺を裏切り者だと。俺も他の鉱区からここに来た流浪者だから、奴らの味方になるのは当然だと思ったんだろう。もちろん採掘チームがそんなことを認めるわけがない。くそ、こんな大騒ぎになるなんて。親父、どうしてそんなことをしたんだ。お金が足りないのか。親父はな、そろそろ働けない年齢なんだ。いつまで一緒にいられるかわからない分、将来のことを考えなきゃならん。他人からわがままと言われようが、裏切り者と呼ばれようが、そんなのはどうだっていい。重要なのは、俺がいなくなった後、フックがこの金で暮らしていけるということだ。親父。もういいんだ。金はもらった。何も文句はない。残念なことがあるとすれば、俺の鉱脈探測機がなくなったことだな。あれは本当になくすには惜しい代物だった。おそらくな。あれは地髄鉱脈を検出できる古代遺物で、唯一無二と言っていいほど希少なものなんだ。ずっとあれを使って鉱脈を探していたから、よからぬことを企む奴に目をつけられたんだろう。今の俺には探測機なんて必要ない。もう追求するのはやめるつもりだ。盗んだ奴は
せいぜい幸運に恵まれるといい。診療所の外で話があるとフックが目で訴えかけている。これが目と目で通じ合うということ。待て、お前に手伝ってほしいことがある。そうだ、このまま終わらせるなんて私は納得できない。なんとか短足器っていうのが親父の大切なものなら絶対に取り返したいんだ。手伝ってくれるよな。よし、それじゃあコークの避難所で待ってるから、お姉ちゃん。信頼する甲府シュエターお姉ちゃんだ。それは言い過ぎですよ。フェスマンさんは流浪者を、みんなはフェスマンさんを信頼しているだけです。でも鉱脈事件の後、避難所の雰囲気はガラリと変わってしまいました。私は親父の鉱脈探索機を探しに来たんだ。誰かが親父から盗んだらしいけど本当なのか？これは私の推測ですが、おそらく本当だと思います。コークでの紛争が終わった後、支援は避難所にいた人々を集めて怪我人の数を把握するために点呼を取っていました。でも当時その場にいない人間が4人いたのです。そして私たちが戻った時にはすでにフェスマンさんの探索機がなくなっていました。避難所の隅々まで探したのですが一向に見つからなくて、きっと盗んだ犯人はその4人の中にいると思います。はい、いつもの避難所は混雑しているので盗むチャンスはなかったと思います。流浪者には流浪者の尊厳がありますから、犯人は必ず捕まえます。でも何？実は容疑者たちにそれとなく聞いてみたのですが、みんな自分は何も盗んでいないと言ってるんです。もちろん本物の泥棒が素直に告白するとは思えませんので、きっと4人のうち誰か1人が嘘をついているのでしょう。それはないと思います。やましいことがないのにどうして嘘をつく必要があるのでしょう。容疑者の4人は全員避難所にいますので、自信があればあなたも調べてみてください。もしかしたら今度こそ真犯人を見つけられるかもしれません。大人は本当に狡猾だな。私が一人一人しっかり尋問してやる。
はこれは探偵の真似事か。いいえ、お前が親父の探索機を盗んだのか。このガキ、いきなり人を泥棒呼ばわりするとは失礼なやつだな。俺は常に清く正しく生きてきたんだ。泥棒なんてするもんか。はっ、口では何とでも言える。本当に盗んでないならおとなしく質問に答えろ。はあ、ガキのくせに生意気だな。わかった、2分やるから、その間に好きなことを聞けばいい。飯を作ってた、それだけだ。この染みついた料理の匂いが嘘だと思うか。タイミングが悪かったとしか言いようがない。こんな厄介ごと自分から巻き込まれに行くわけないだろ。あの時はたまたま食材の買い出しに行ってたんだ。フェイスマンさんには頭が上がらない。何しろリベットタウンにいた頃は採掘チーム全員の食事を俺に任せてくれてたからな。彼を信頼していたからこそこのコークまでついてきたんだ。なのにまさか彼が儲けを独占するとは。チェ、鉱脈は見つけた人のものだから彼を責めることはできない。ただ俺が今まで抱いていた彼のイメージにはそぐわないな。ああ、別に密告するつもりはないが、フェスマンさんのためにお前に秘密を打ち明けたい。この前あそこのシッターがフェスマンさんのテントに忍び込んで何かの箱を持って出てきたのを見たんだ。どうだ、怪しいと思わないか。好きにしろ。お前たちが信じようが信じまいが、言うべきことは言った。終わったならさっさと帰ってくれ、俺は忙しいんだ。お前が親父の探索機を盗んだのか。なんだと、俺に濡れ衣を着せるつもりか。怒るぞ。物売りにとって最も重要なことは何か知ってるか。信用だ。こんな風に憶測で誹謗中傷なんかしやがって、もし俺の仕事に影響が出たら責任を取ってもらうからな。だったら私たちの質問におとなしく答えろ。お前を信じるかどうかはそれから決める。黙秘権を使わせてもらう。その質問には答えたくない。発言を拒否する。お前、もう一度だけチャンスをやる。ホールマスターを見て考え直すんだな。俺は数々の修羅場をくぐり抜けてきたんだ。お前らみたいなチンピラにおじけづくわけないだろ。そうだ、取引をしないか。俺が持ってる情報を少額で提供してやるよ。もちろん嘘はつかない。よし、俺は値切りをしない客が好きなんだ。さあ何でも聞け、何でも答えてやる。町で商品の仕入れをしていた。何もおかしくはないだろ。俺の仕入れの時間は誰もが証言できるくらい規則正しいんだ。ああ、それと避難所の人たちがどこに行ったのか考えてたよ。フェスマンさんはよく俺の仕事の世話をしてくれるし、親切にもしてくれるけど、特に親しいわけじゃない。鉱脈の件に関してはいい対応だったとは言えないな。みんな共存すべき隣人なのに他人に甘い汁は吸わせないと言わんばかりだ。全く理解できない。盗んだのは間違いなくコックだ。絶対そうだ。
俺の信頼にかけて嘘はついてないぜ。俺の仕事柄、人の考えを読み取るスキルが必要だ。あのコックが何か企んでいることくらい俺はとっくに気づいていた。信じられないなら他の人にも聞けばいい。あれ、フック、どうしたの？何か用？お前が親父の探測機を盗んだのか？やっぱり疑われてるんだね。こんなことになるならあのタイミングで出かけなければよかった。バカだったな。私たちの質問に答えるだけでいい。わかった。質問して道義が晴らせるならそれでいいよ。特に何もしてないよ。ただちょっと散歩に出てたんだ。終わった。この理由はどう考えても怪しすぎる。この理由のせいでもっと疑われたりするのかな。フェスマンさん、いい人だけど。ううん、なんでもない。もしかして今の僕ってすごく怪しい？でも本当に何もしてないんだ。信じて。探測機？ない。僕は何も見てない。何も知らない。質問は終わり？僕の無実は証明できたかな？待ってるだけなんてますます不安になるじゃないか。お前が親父の探測機を盗んだのか？違う、私は泥棒じゃない。本当か？だったら私たちの質問におとなしく答える。いいよ、質問するなら早くして。時間を無駄にしないで。ぼーっとしてた。それだけ。特に気づいたことはない。いい人でも利益を重視する。ない。探測機って？この人もっと普通に話せないのか？普通？いつもこんな話し方だけど。私このお姉ちゃんは泥棒じゃないと思う。わかってるよ。しよう、頭の中がごちゃごちゃしてる。お前たちは4人が言ったことを覚えてるか？安心してください、私が記録しておきました。いいですか、あの4人の中で嘘をついているのは泥棒だけのはずです。コックはシッターがやったと言い、仕立て屋は自分はやってないと言い、物売りはコックがやったと言い、シッターは自分じゃないと言いました。どうでしょう、犯人は分かりましたか？私もよく分からないけど、とりあえずお前の判断を信じるよ。行こう、直接問い詰めてやる。コック？コックなら慌てて外に走っていったのを見たよ。 あいつ絶対におじけづいたんだ。どこに逃げたんだろう。そういえばコークに来る前に散歩おじちゃんを見かけたんだ。今回のことに何か関係があるのかも。私が案内する。散歩おじちゃんはあっちにいるはず。散歩おじちゃんはいつも魔女ババアの診療所に通ってるから、何か深刻な病気なのかもって思ってたんだけど。
もしおじちゃんと泥棒が来るだったら、おじちゃんも悪者だ。ふびあなた、本気ですか？こんなに珍しいもの、本当にこの値段で売ってくれるのですか？ウロなんかない！お前、本当に無駄話が多いな。いるのか？いらないのか？早く決めてくれ。二人とも、もう逃げられないぞ。ドスクロのフック様のご登場だ。なるほど、安物には裏がある。この商品に問題があることなど僕はとっくに気づいていましたよ。誤解のないように言っておきますが、この方と僕は共謀しているわけではありませんので。副校長さん、それをこちらに向けないでください。物騒ですよ。おい、そんなに早く手のひらを返すやつがあるか。さっきは長期取引だって。お前が親父の宝物を盗んだ犯人だな。オールマスターは絶対にお前を許さない。これはフェスマンのせいだ。これを持ってるからって一人で儲けて、あまりにも不公平じゃないか。なんだか嫌な空気になってきたので、僕は先に失礼してもいいですか？俺に道理を説くつもりか？今の仮想部で盗みを働かずに生きていけると思うのか？どっちにしろ宝は俺が持っている。奪い返せるもんならやってみる。ホールマスター準備。騒ぎを起こしたくはない。遅い。生死虚実、一同天元気、超無一角。うちなかなかやるじゃん。即戦即決で行こう。さっきは偉そうなこと言ってたくせに、この程度か。早く探索機を出せ。まずい、親父の宝物が壊れてる。おや、こんな時は僕の出番ですね。もちろんです。あなたと復興嬢さんの勇姿は1秒たりとも見逃せませんからね。教えてあげましょう。ボルダータウンにカンテラ・パフラビーという鑑定士がいます。この鑑定士、表向きは古代遺物の鑑定はやめたと言っているのですが、裏では高値での買い取りを続けているんです。その宝物にはかなりの価値があるようですから、彼のところに行って運試しをしてみてはいかがでしょう。コツとしては、まず彼の前で宝物を安く売り払うふりをして、彼がワクワクしながら宝物を修理してくれたら、やっぱり売るのはやめて手元に置いておきたいというのです。このようなビジネス手法はいいとこ取りと呼ばれているのですが、いかがです？カンテラ・パフラビー、わかった。ありがとう、散歩おじちゃん。よし、すぐに町へ行ってその人を探そう。お気をつけて。まだ早いし、どこかへ行く？
俺は古代遺物の鑑定はやめたんだ。その探索機がよっぽど珍しいものじゃない限り。これだ。探針が折れてるんだけど直せるか。おお、これは実に珍しい。よく見せてくれ。ちゃんと見てくれ。絶対に直したいんだ。これは、俺は長年この仕事に携わっているが、こんな古代遺物は見たことがない。俺の見立てじゃこれを修理するのは不可能だ。だが極めて希少なものだから、壊れていても高値で買い取ることはできる。どうだ、取引するか。探針のない探測機は歯のない剣と同じさ。今はただのガラクタ、全くの無価値だ。俺以外に売れる相手はいないと思うぞ。迷うのはやめて売った方がいい。それなりの値段で買い取ってやるから。わかった、戻って親父を探そう。人を募集してるって。どこに行ってたんだ。探しに行くところだったぞ、フック。そろそろ家に帰ろう。俺が岩暮らしガニの塩焼きを作ってやる。どうかしたのか。今まで何をしていたんだ。私はお姉ちゃんと一緒に親父のものを盗んだ泥棒を捕まえたんだ。でも親父の探測機はもう壊れてて、私がもっと早く見つけていれば。やっぱり盗まれていたんだな。怪我はしてないか、フック。私は大丈夫だ。親父、探測機がまだ使えるかどうか確かめてみてくれ。これは地髄探針が壊れているからもう使えないだろうな。そっか、ごめん親父、私何もできなかった。どうして謝るんだ。俺のために頑張ってくれたんだろう。ありがとうな、フック。でも親父の宝物が。泣くな、フック。親父の宝物はずっとここにある。なくしたことも壊れたこともない。泣く。俺はこの探測機でたくさんの鉱脈を見つけて、採掘チームの労力を減らすのに貢献してきた。その点から言えばこれは確かに宝物かもしれない。だが結局のところ探測機は単なる道具に過ぎない。本当の宝物とは、それを所有する人にとってかけがえのない意味を持つものなんだ。私よくわからない。それでもいい。親父のたわごとだと思ってくれ。いつか必ずわかる日が来る。じゃあ親父の言う宝物は。安心しな、今も元気に遊び回ってるよ。you
探索機を探してくれてありがとう。今度は別のことで手伝ってもらいたいんだ。もうすぐ私と親父の誕生日なんだ。毎年この時期になると私と親父はお互いにプレゼントを用意して一緒に誕生日を祝うんだ。そうだ、何か問題があるのか？ボルダータウンに来てから親父の仕事は前より忙しくなって家に帰ってくるのも遅くなった。だから私は親父がくれたお小遣いでプレゼントを買いたくない。で、なんで上から目線なんだよ。実はお金になる私の宝物がリベットタウンに残ってるんだ。あそこに放置しておくのはもったいないし、もし持ち帰って高値で売れたら私は誰にも頼らずに親父へのプレゼントを買える。なんだと？これはモグラ島の親分の命令だ。そう、命令なんだ。それに私はまだ子供だぞ。まさか一人で列海に行かせるつもりじゃないよな。じゃあ約束だ、リベットタウンで会おう。私は安全な場所で待ってるから絶対に来るように。本当はそんなに待ってない。来てくれたならいいんだ。ところでいい知らせと悪い知らせがあるんだけど、どっちから先に聞きたい？この計画をモグラ島の仲間に話したら、ジュリアンからあいつの宝物も持って帰ってきてほしいと頼まれた。持ち帰らなければ私たちの計画を魔女ババアに話すって。いい知らせはジュリアンが私たちの冒険に出資してくれたことだ。ほら、このスコップはあいつがくれたんだよ。何を、ドスクロのフック様に怖いものなんてない。ほら、宝物は向こうから歩いてくるわけじゃないんだから、早く出発しよう。ジュリアンの父さんと母さんは昔この辺りで商売をしてたんだ。私たちが町を離れた時、あいつには時間がなかったみたいで、ここに残したものがいっぱいあるんだって。宝物を探すのはそんなに難しくないと思う。あっちを見てみよう。の宝物だ。鍵じゃない、ビー玉の方。ほら、いろんな色がある。ここまで揃えるのはすごく大変なんだよ。鍵じゃない、このビー玉こそがあいつが探してる宝物だ。でもちょっと気になるな、この鍵は何に使うんだろう。戻ったらジュリアンに聞いてみよう。なんだよその顔は。知ってるぞ、お前はビー玉なんて価値がないと思ってるんだろう。教えてやる。このビー玉はモグラ島にとってとても重要な意味を持つんだ。これのおかげでジュリアンはモグラ島をピンチから救い出し、2番手の座を手に入れたんだから。モグラ島の威厳を脅かすピンチだ。その昔、孤児院の子供たちと町の子供たちは険悪なライバル関係にあったんだ。
あいつらは親からお小遣いをもらってたから、よく孤児院まで私たちをいじめに来てたのさ。ある日、モグラ島はあいつらからビー玉遊びで勝負したいと挑戦状を叩きつけられたんだ。みんな自分たちの実力差は分かってた。孤児院のみんなが道端で拾ったビー玉がお金持ちの子供のビー玉にかなうわけがないからな。それでもあいつは、ジュリアンは挑戦を受けることにした。そして色とりどりのビー玉を勝ち取ったんだ。すごいだろう。そうだよ。どうしてジュリアンがこの宝物を探してくれって頼んだのか、これでわかった？よし、おしゃべりはここまでだ。次は私の宝物を探そう。いよいよ本題だ。私の宝物は孤児院の下、それからコークの入り口付近に隠してある。なんか私の覚えてるリベットタウンとは違う気がする。孤児院はこんなことになってないよね。ここ私が離れた時と全然違う。箱や校舎が大通りに置いてあってめちゃくちゃだ。私の宝物は勝手に動かされたりしてないよな。宝物は採掘チームのガラクタの山のそばに置いたんだ。あの角の後ろに地髄とかたくさんの箱とかがあったんだけど、どかされたりしてないよな。私も一緒に探すから絶対に見つかるよ。ほら、この箱の中にある。このミニボーリングマシンは親父の採掘チームにいたおじさんがくれた誕生日プレゼントなんだ。今開けるから、よいしょ。話しかけないで、冷静になる時間が欲しい。今は話しかけないでってば。よく考えさせて。名誉隊員、ジュリアンのビー玉はいくらで売れると思う？邪悪な考えは今すぐ捨てよう。でも修理ってたくさんお金がかかるんだろ？それって損じゃないか。ダメだ。親父が言うにはおじさんは迷子になってそれから見つかってないんだって。よくわからないけど、すごく遠いところに行ったらしい。いつ戻ってくるかわからないし、絶対に無理だよ。待って！私にはもう一つ宝物が。孤児院にも宝物があるんだ。売りたくないものだけど、親父のプレゼントのためなら仕方ない。頼む名誉隊員、もう一回だけ手伝ってくれ。あと一回だけ。ない！これが最後だから行こう。なんでここにモンスターが？早く追い払わないと。後悔しても遅い。即戦即決で行こう。たまには真面目に行くうちのとっておきを食らえ。
なを守りたい。助けてスパローグ。痛くも返す。エシコ。エシコ。始めようか。うちなかなかやるじゃん。ルールは破るためにある。生死虚実、一年の同天元気、超無一角。うちの出番。怖くない。殲滅開始。宝物を隠した場所をメモしたんだ。魔女ババアが私にくれたご褒美だよ。掘り出してみればすぐにわかる。左の階段を降りて前に10歩、右を向いて15歩、さらにその場で10回回って…そんな、メモの後半がぐちゃぐちゃになってる。一言二言で説明できたら宝の地図とは言えないじゃないか。後半のメモがないと絶対に見つけられない。本当か。早く早く見せてみろ。ホーム用探索機を使って探してあげよう。対象物のキーワードを音声入力してください。おー、こんな小さなものが喋れるのか。あなたも小さいのに喋ってるじゃないですか。こいつ腹立つな。でも私の宝物を見つけ出したら許してやる。これはなんだ。何か書いてある。50年後のジュリアンへ。まあいいか、掘り出しちゃったし、とりあえず開けてみよう。それもそうだな。じゃあ50年後に開けるか。とりあえず今は持ち帰ってビー玉と一緒にジュリアンに渡そう。により本機は検索結果の真実性、信頼性を保証するものではありません。詳しくはスターピース電機にお問い合わせください。これこれだよ。魔女ババアがご褒美として私にくれた大きなクマのぬいぐるみ。おい、キキをなめるな。うわ、キキ、どうしてこんなに汚れてるんだ。それに糸がほつれてるところもある。ちゃんときれいにしないと誰もお前を買ってくれないかも。魔女ババアがキキは普通のぬいぐるみじゃないって言ってた。きれいにすればきっとみんな欲しがるに決まってる。でもどうしよう、私は裁縫ができないから魔女ババアを頼るしかない。ここに来たことが魔女ババアにバレたら、また怒られる。いや、魔女ババアに怒られたとしても私は親父へのプレゼントを用意するんだ。宝物は見つかったし、急いでここを離れよう。あのモンスターたちを見てると心がゾワゾワしてちょっと怖い。先に言っておくけど、私が宝物を売る計画は魔女ババアに言うなよ。
まだ早いし、どこかへ行く？フック、これは ナターシャ。お姉ちゃん、キキの糸がほつれちゃったから直してほしくて。これは確か以前フックにあげたぬいぐるみね。どこで見つけたの？すごい風が吹いて、その風に乗って帰ってきた。正直に言いなさい、フック。お姉ちゃんと一緒にリベットタウンの孤児院で見つけた。このぬいぐるみのためにお姉ちゃんと一緒に列界に行ったの？フック、何度も言ってるけど、お願い、ナターシャお姉ちゃん、キキを直してくれたら診療所の掃除を1ヶ月するから。君は毎回そう言うけど。私は先に行くよ、お姉ちゃん、キキは頼んだ。あの子ったら本当に言うことを聞かないんだから。君もフックを甘やかしすぎないでね、よそ者。拒絶するのは難しいかもしれないけど、いいえを言えるようにならないと。キキ、このぬいぐるみに名前までつけていたのね。これは私が作ったぬいぐるみの一つに過ぎないの。正直あの子がここまで気に入ってくれるとは思わなかった。まだリベットタウンにいた頃、いい子にあげたご褒美なの。やんちゃな子供たちがいっぱいいた孤児院がどれだけ混沌としていたか想像できる？私はそんな子供たちに何とかして言うことを聞かせようと必死だった。キキをもらうためにフックは1ヶ月間いい子のふりをしていた。時間通りにご飯を食べて、時間通りに寝て、他の子と喧嘩もしなかったのよ。そうね、実際あの子はご褒美をもらった後すぐに本性を現したもの。フックの周りにはいつも人が集まっていた。大人も子供も関係なくね。あれはある種の才能よ。いい子を強要することはその才能を押し殺してしまう。こんなにボロボロになっちゃって。心配しないで、キキはちゃんと直すから。詰め物は新しいのを探す必要がありそうだけど。待って、このぬいぐるみの目、それはちょっと怖いわね。これは黒宝石？変ね、クマのぬいぐるみに縫い付けた時どうして気づかなかったのかしら。私は専門家じゃないけど、この二つの石の色、かなりの値段になると思うわ。とにかくちょっと驚いたけど、このぬいぐるみは一気に価値のあるものになったわね。魔女ババアに怒られなかった？はあ？なんで私は怒られたのにお前は怒られないんだ？まあそれは置いておくとして、私の本当の目的は言ってないよな。よろしい、さすがモグラ島の忠実な名誉隊員。どうして突っ立ってるんだ？モグラ島の親分に報告でもあるのか？宝石？それって価値があるってこと？売る、もちろん売るに決まってる。宝
績が高値で売れれば、私は親父に高価な誕生日プレゼントを贈ることができる。とにかく本当にすごい情報だったぞ。お前が加入してからの日が浅くなければ、モグラ島の3番手に昇進させていた。魔女ババアが危機を直したらまた手を貸してもらうからな。いつでもドスクロのフック様の召集に応じられるようにしておけ。これはオークションハンマーの音で伝えろ。遅延による骨董品オークションが近日開幕。興味のある人はぜひルローシャキャンプで行われるオークションに参加を。よそ者、お前のことは覚えてるぞ。オークションでお宝を探すつもりか。俺たちのオークションにはそんなに多くのルールはない。ベロブルグの奇怪なお宝から道端で拾ったボロボロの靴下まで何でも揃っている。絶対に気に入る品があるはずだ。支援がルローシャキャンプの運営に携わるようになってから、物資の配給に大きな問題があることが明らかになったんだ。大抵の人はガラクタをたくさん抱え込んで、生活に役立つような物資の交換を拒むんだよ。そこで俺たちはみんなが必要なものを手に入れられるように各自の所持品を使ってオークションを開催することを思いついたのさ。主にキャンプにいる流浪者だけど、もちろんボルダータウンの住民なら自由に参加できるぞ。参加者が多ければ多いほど出品物が豊富になるし、オークションの目的が達成されやすいからな。相手と売り手の双方に身分情報を登録してもらう必要がある。それから出品物の品質が合格ラインに達していることを確認するために出品物情報の登録も必須だ。あとは普通のオークションと同じだよ。オークショニアが出品物を紹介して買い手が値段を提示する。どうだ、簡単だろ。そうだな、例えばオレムさんが使ったグローブとか、フィドラさんが制作したロボットとか。ルローシャキャンプには古代遺物を探す異端者がたくさんいるから、このオークションでも珍しいお宝が数多く出てくるはずだ。ここだけの話、今回は新品同様の地髄鉱脈探針も出品されるらしい。なんだ、知ってるのか。それでどうだ、さっきよりオークションに興味が出てきただろ。よし、それじゃあオークションの詳細が書かれたパンフレットをやるよ。当日は絶対にルローシャキャンプに来てくれよな。地髄鉱脈探針のことをフックに教えよう。もしかしたらフェスマンのために宝物を取り返そうとするかもしれない。パンフレットはちゃんと持っておけよ。よく読んでなくしたりしないように。当日は絶対にルローシャキャンプに来てくれよな。あ、モグラ島の名誉隊員、ちょうど探しに行こうと思ってたんだ。親父はもう誕生会の日を決めたのに、私はまだ機器を売れてないし、親父へのプレゼントも用意できてない。どうしよう、名誉隊員、何かいい考えはないか。あ、そうだ、お前に単身のことを聞こうと思ってたんだ。それで何か手がかりを見つけたのか、名誉隊員。こんな空前ってあるのか。大
丈夫だ。こっちにはお前がいる。お前が私の代わりに競り落とせばいいんだ。頼りにしてるぞ、名誉隊員。危機はまだ魔女ババアのところにある。早く取りに行ってオークションにエントリーしよう。やっと仕事が終わった。魔女ナターシャお姉ちゃん、キキはもう治った？フックのクマのぬいぐるみのことね。大体のほつれは治したわ。確かめてみて。わあ、新品みたい。ナターシャお姉ちゃんすごい。喜んでもらえて嬉しいわ。でもぬいぐるみを受け取るだけなのにわざわざ彼女を連れているなんて。言いなさい、今度は何を企んでいるの？私たちは多く…あ、違う、何も企んでない。あ、口の軽いやつめ。オークションって、流浪者キャンプの？そう、私が頑張って直した機器をオークションで売り払うつもりなのね、フック。それは、その…おい、名誉隊員、早く私の代わりにごまかせ。君たちのコンビは本当に可愛いわね。ただの冗談よ、フック。危機は君のものだから、どうするかは君が決めていいわ。ただ、一つだけ約束してちょうだい。何？もう列界には行かないこと。フェスマンさんはこの前のことを聞いて、わざわざ私に根掘り葉掘り聞きに来たのよ。君の心配をしているの。分かったら、もう彼を悲しませるようなことはしないでね。親父。分かった。約束する。もうナターシャお姉ちゃんと親父を心配させない。またこの子の世話を頼むことになりそうね。でも君も楽しんでいるみたいだから、これ以上は何も言わないでおきましょう。行ってらっしゃい。順調に行くことを祈っているわ。ありがとう、ナターシャお姉ちゃん。行こう、名誉隊員。いざオークションへ。こんにちは。オークションへの参加をご希望でしょうか？そうだ、このでっかいクマさんを売りたいんだ。ぬいぐるみ？ちょっと見せてください。申し訳ありませんが、これは売れない可能性があります。とても価値があるようには見えません。ではもう一回見てみます。確かに作りは悪くない。布地も柔らか。でもこれだけでは大した値段で売れませんよ。待ってください、このぬいぐるみの目、天然の国宝石ですね。なんと、こんなみすぼらしいぬいぐるみにどうしてこのような貴重な宝石が？おい、今みすぼらしいって言ったか？取り消せ。まさかこんなことが。ただもう一つ言わせてもらえば、これは宝石を外して出品した方がいいと思います。なんだって？これはキキの目だ。取るなんて許さない。怒らないでください、お嬢さん。怒らないで。わかりました。では売り手の意思を尊重して、このまま出品しましょう。それではこの委託契約書にサインをお願いします。私がサインする。二人とも競売に参加する場合はここで買い手の身分登録をしてください。
もちろん参加だ。私がサインする。名誉隊員、お前は単身のことを探れ。単身？それは地髄鉱脈単身のことでしょうか。私の知る限り単身の落札を狙っている人はかなり多く、販売価格は600シールドを下らないと思われます。そんな大口を叩くな。地髄鉱脈単身はオークションの最後に出す予定です。希少価値と有用性を兼ね備えた至極の宝物ですので。ですが慌てる必要はありません。あなたたちのぬいぐるみについている宝石だってそれなりに値が張るものです。高額で買い取ってくれる人がいればきっと単身を手に入れることができますよ。ええ、すべてはあなたたち次第です。コツを伝授しますね。オークションに参加する買い手が多ければ多いほど、あの大きなクマのぬいぐるみの値段も上がります。この会場にはたくさんの潜在的な買い手がいますので、あなたは優しく後押ししてあげるだけでいいのです。よくわからない、何を言ってるんだ。真摯な愛ってそんな便利なものなのか、すごいな。キキはこんなに可愛いんだから早く聞いてみよう。きっと買い取りたい人がたくさんいるはずだ。その、ほらすごく可愛いだろ。手触りも柔らかくて思わず抱きしめたくなるんだ。キキがそばにいれば毎日いい夢が見られること間違いなし。どうだ、欲しくなったか。人の顔を見て話すのが本当に苦手な人がいるって魔女ババアから聞いたことがある。考えてることを紙に書いてもらおう。はい。ああ。俺に話しかけるな。オークション会場にいる人間は誰も信用しない。いいか、オークションで勝つのは一人だけ。ここにいる奴らは全員俺の敵だ。この俺を騙せると思っているのが、友好的なふりをしている人間ほどその裏で策略を巡らせているものだ。このおじさん怒りっぽいみたいだな。怒る？怒ってなどいない。むしろ俺は機嫌がいいんだ。適当に物を言うな。お前たちは売り手だな。出品リストの中にクマのぬいぐるみがあった。あれはお前たちのものだろ。ふん、顔に出ているぞ。そのクマのぬいぐるみには何か仕掛けがあるに違いない。このおじさん、世界中の人が自分を陥れようとしてるって思ってるみたいだ。どうする名誉隊員。何、俺を騙すつもりか。買うなと言われたからには絶対に競り落としてやる。俺は絶対に損はしない。本当に変なおじさんだった。まあでも結構うまくいったな。これで買おうとする人が一人増えた。あのクマのぬいぐるみすごいわね。あなたも見た？待って、なんで知っているの？まさか同業者？そうよ。まさか他にも気づいた人がいたなんて。はぁ、あの宝石を手に入れるのは簡単ではなさそうね。
でも本当に理解できない。なんであんな貴重な宝石を熊のぬいぐるみに。もしかして新手の詐欺かしら。キキがあの石にふさわしくないっていうのか。あ、キキ、それって。ああ、なるほどね。それならそうと早く言ってちょうだい。あなたたちの出品物には興味があるの。いずれにしてもあれほど純度の高い国宝石は仮想部ではめったにお目にかかれない。どうにかしてあの熊のぬいぐるみを手に入れないと。たとえ大金を使ってでも。ふん、キキは絶対に高値で売れる。あの、そろそろオークション会場に行って開始を待ってもいい時間。でもまだ少しだけ時間がある。もう少し潜在的な買い手を探してみよう。誰か私の可愛い孫を見かけなかった？ああ、やっと見つけた。もう逃がさないよ。この子ったら私の言うことをちっとも聞かないんだから。何回も言ってるでしょ、ちゃんとついてこないと迷子になるって。うわー、早く助けてくれ。これは私の孫だよ、間違えるわけない。どれどれ、おばあちゃんに顔をよく見せてちょうだい。おや、本当に私の孫じゃないみたいだ。それじゃあ私の大事な孫は一体どこに。あ、心配でたまらない。ボクちゃん、なんで一人でこんなところをうろついてんだ。そうそう、ボクちゃんよ。お父さんとお母さんはどうした？まさか一人で来たわけじゃないよな。あなたたちが僕をここに連れてきたんでしょ？僕のおばあちゃんならすぐそこに。うるせえ、そんなことは聞いてねえ。まあいい、いい人ぶる必要はなさそうだ。今すぐ金を出しな。は？誰だお前。兄貴、この二人組はガキより金を持ってそうだ。こっちを狙おうぜ。よし、こいつらを狙え。行くぞ。争いに意味はない。うちの出番。ラン、戦闘準備。うちのとっておきを食らえ。チャンスだよ。怖くない。殲滅開始。騒ぎを起こしたくはない。勇気を出さなきゃ。気をつけて。もう大丈夫だ。一緒に家の人を探そう。すっごく強いんだね。僕もいつか君みたいになれたらいいな。ありがとう、お姉ちゃんと、それから君も。またね。あれってさっきの子供だよな。君はさっきのかっこいい女の子。おばあちゃん、この子とお姉ちゃんが僕を助けてくれたんだよ。まあ、それならちゃんとお礼をしないと。本当にありがとうね。私の孫はこの子だけだからすごく心配してたんだよ。おばあちゃん、
オークションに熊のぬいぐるみが出てるんだけど、僕たちに買えるかな。きっと優しい人が売りに出したのね。サラちゃん、見に行ってみようか。もし買えたら、お父さんとお母さんにはおばあちゃんが買ったって言わないで、このお姉ちゃんからもらったって言うのよ。やったー、おばあちゃんありがとう。あの子とおばあちゃんは仲がいいみたいだな。もし二人がキキを連れ帰ってくれたら、キキもきっと喜ぶはず。もううじうじ考えるのはやめよう。行くぞ名誉隊員。よそ者じゃないか。やっぱりオークションに来てくれたんだな。前に会ったの覚えてるか。そうだ、ちゃんと覚えていたみたいだな。単刀直入に聞くが、お前は地髄鉱脈探針を目当てに来たんだよな。ああ、緊張してるのか。別に探りを入れに来たわけじゃないんだ。気にしないでくれ。俺は何も知らないことにするから。ところで、ゲーテレストランのゴーディーを探しているんだ。もし彼女に会ったら、俺のところに来てほしいと伝えてくれないか。ゴーディーの姪がボルダータウンに帰ってくるらしくてな。少し前にオークションで子供にプレゼントできそうなものが出品されてないか聞かれたんだ。今日のオークションには子供向けの品がいくつか出ているんだが、ゴーディーの姿が見えなくて。ボルダータウンに帰ったのか。オークションを逃してしまうなんてもったいない。ゴーディーが子供向けのおもちゃを探している。彼女を説得できればフックのクマのぬいぐるみの競りに参加してもらえるかも。まだ早いし、どこかへ行く。あら、オークションがどうかした？メイが喜ぶようなおもちゃがあれば、少し値段が高くても落札したいと思ってたのよ。大事なのは子供が喜んでくれることだからね。それで早起きして見に行ったんだけど、出品されてるのは古代遺物や地髄探針みたいな専門的でコアなものばかりで、一通り見て回っても気になるものがなかったから、早めに帰ってきて店番をしてるってわけ。そう、私のクマのぬいぐるみが出品されてるんだ。ゴーディーおばさんのメイも絶対に気に入ると思う。そうなの？出品物が増えたことは知らなかった。わかった、ここを片付けたらルローシャキャンプに行ってみるよ。わざわざ教えに来てくれて本当にありがとうね。クマのぬいぐるみ？ああ、国宝石が縫い付けられているあれか？買おうと思っていたけど、思っていたけど、財布を忘れたことに気がついたんだ。今回のオークションを楽しみに、せっかく隣町から来たのに。この人はやめよう。でも、オークションに出品したいものと委託契約書もあるんだ。商品さえ高く売れれば、クマのぬいぐるみを買えるかもしれない。それで委託契約書もなくしてしまった。この人はやめよう。待ってくれ。でもな、委託契約書がどこにあるのか分かってるんだ。俺の契約書はロボットに盗まれたんだ。そいつは機械の墓地の方に隠れてしまったから、少し怖くなって後を追えなかった。何もかもがうまくいかない。もし契約書を取り戻せなかったら、クマのぬいぐるみを落札するのも無理だろうな。
槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。争いに意味はない。やっ、生死虚実、同天元気、超無一角。はっ、うちの出番ね。逃がさない、私が守る。気をつけて。騒ぎを起こしたくは。はっ、この紙が、あのおっちょこちょいがなくした契約書だな。はあ、何もうまくいかない。え、ロボットに盗まれたのに、どうしてお前が持っているんだ。私たちがロボットを倒して、お前の契約書を取り返してやったんだ。本当か。ありがとう。これで出品物を売って、そのお金で国宝石のぬいぐるみを落札することができる。お前たち本当にいいやつだな。この恩は絶対に忘れない。少々お待ちください。まもなくオークションが始まります。続いては国宝石が縫い付けられた手作りのぬいぐるみです。ボルダータウンの宝石愛好家フック様による出品でございます。非常に珍しい国宝石と、素朴で可愛らしいぬいぐるみの組み合わせです。開始価格は300シールド。325。25シールドだけあげるのはちょっと。何がいけないんだ。25と言ったら25だ。350。さらに50。私もさらに50。あたいもさらに50。宝石鑑定士としてこの国宝石は絶対に落札するわ。さらに100シールド。600シールド。他の方はいかがでしょうか。600シールド。国宝石のついた手作りのぬいぐるみ600シールド。これ以上の額を提示される方はいらっしゃいますか。600シールド落札です。この宝石は私のものね。はあ、これでお金が足りるといいけど、単身を落札できなかったらどうしよう。それはそうかもしれないけど、私はやっぱり親父の大切な宝物を取り戻したい。少々問題が起こり、脊髄鉱脈単身の競売は後に回すことになりました。単身にご興味のある方は今しばらくお待ちください。ただの調整に過ぎませんので、ご心配には及びません。それではここで一旦休憩とさせていただきます。オークションは後ほど再開いたします。休憩？まさか脊髄単身に何か問題が起きたとかじゃないよな。あのスタッフがいる。早く聞きに行こう。脊髄単身に何があったんだ。今すぐ私に教えろ。今すぐ。それは少し技術的な調整が必要になっただけだ。大丈夫だから気にするな。なんでそんなにおどおどしてるんだよ。もしかして単身が盗まれたのか。その盗まれたと決まったわけじゃないんだ。売り手にも連絡して人を集めて探させてるから、すぐに見つかると思う。そうだそうだ、まったく遅延の奴らが来たらモグラ島よりダメダメじゃないか。私は泥棒を捕まえて単身を取り返したい。
名誉隊員、何かいい案はないか。登録した人たちを疑っているのか。ありえない。俺たちはオークションの全てを監視して。バカ、名誉隊員が言いたいのは、泥棒はオークションっていう機械を利用しただけで、売るつもりも買うつもりもないってことでしょ。こんなことで報酬を欲しがるな。ボランティアを知らないのか。はあ、ちょっと待ってくれ、確認してみる。あ、お前たち以外に買い手登録をしているのに全く入札していないやつがいる。こいつと一緒に登録した候補には覚えがある。行こう、二人を探して尋問するぞ。おい、お前と一緒に登録した候補は今どこだ。ああ、彼なら町に戻ったはずよ。もう逃げたのか。ここに来た時は地髄鉱脈探診とかいうのを買いたいって言ってたのに、途中で考えが変わったのか一人でボルダータウンに戻っちゃったの。私も彼のことはよく知らないから、直接町に行って探した方がいいと思う。本当にそいつが泥棒なのか。俺は違うように思えてきたぞ。まあいい、よそ者。お前たちはボルダータウンに行って奴を探してくれ。俺は他の買い手が勝手に帰ってないか確認してみる。もしかしたら泥棒は今もこの人混みの中に紛れているかもしれないからな。よし、ボルダータウンに行って泥棒を捕まえよう。まだ早いし、どこかへ行く。おいお前、その手に持っているのは地髄探診だな。おとなしく渡せ。なんだお前たちは。誰だ。俺の交渉相手はどこに。名誉隊員、こいつと話をしても時間の無駄だ。さっさと取り押さえるぞ。チッ、ただのガキが。野獣馬のつもりか。お前たちはこの単身の価値を知ってるのか。忠告しておくが、ボスは苦労してこの単身を手に入れたんだ。万が一。泥棒は黙ってろ。ホールマスターの一撃を食らえ。なかなかやるな。生死虚実、同点元気、勝負一角。はダンス、セカ、勇気を出さなきゃ。気をつけて。やめろ、やめてくれ。降参だ降参。少し落ち着いてくれ。単身を渡すから少しは俺の話を聞いてくれ。あのオークショニアから聞いたんだ、地髄単身は少なくとも600シールド以上で落札されるって。600シールドだぞ。そんな大金を見たことがあるか。はあ、お前が。信じられるか。人をからかうのはやめろ。こうするのはどうだ。俺とボス、それから数人の仲間で600シールドを集めるから、この単身をお前たちから買い取ったことにしてくれないか。ダメだ、私はそんなことしない。お嬢ちゃん、そんな固く考えるなよ。じっくり話し合おう。ああ、わかったぞ。この単身を独り占めにする気だな。チェ、まともな人間に会えたと思ったが、まさか盗んだものを奪われそうになるとは。もちろんわかってる。行こう、名誉隊員。オークション会場に戻ろう。待て、本当にそれを返すのか。600シールドだぞ、600シールド。考え直してくれないか。考え直すことなんてない。この単身はすっごく欲しいけど、私は泥棒になるつもりはないからな。
私たちは正々堂々オークションで手に入れてみせる。行こう。本当に単身を取り戻したのか？よかった、本当によかった。これは単身の持ち主から渡してほしいと言われた150シールドだ。取り返してくれた謝礼ってやつだな。それから今回オークションの運営の信頼を取り戻してくれたお礼として、俺たちから50シールドだ。受け取ってくれ。200シールドも？本当にいいの？これはお前たちがもらうべき正当な報酬だ。それにお前たちが地図単身を落札したら、それは出品者にお金を返すのと同じことだろ。そこまでは言ってないが、そう受け取ってもらって構わないだろう。ありがとう。これでオークションで使えるお金が800シールドになった。皆さん大変お待たせいたしました。オークションを再開いたしますので会場にお戻りください。続いては古代遺物地髄鉱脈探針です。流浪者キャンプのベテラン異端者が出品しました。これは旧世界の古代遺物のコアとなる部分で、現代では失われて久しい技術によって特殊な加工が施されております。このような保存状態のいいものにはめったに出会えません。開始価格は400シールドです。450、480、520、550、560。なんで入札価格に規則性がないんだ？適当に叫んでるのか？650、700、720。名誉隊員、みんなが私たちを見てる。どうしよう。750シールド。皆さん聞きましたか？これが機体の宝物の魅力です。750シールド。他の方はいらっしゃいませんか？750シールド成立です。おめでとうございます。私が落札した？名誉隊員、本当に私が単身を落札したのか？やった、本当に落札できた。お姉ちゃんありがとう。お前の助けがなかったら絶対に単身を取り戻せなかった。少し残ったお金は魔女ババアに渡そう。ぬいぐるみを直してもらったから洞窟イモリの塩焼きをおごるんだ。お前には褒め言葉をやるよ。10回は多すぎる。1回しか言わないからな、よく聞いておけ。ありがとうお姉ちゃん。今から一緒に魔女ババアを探しに行こう。単身をきれいにラッピングして親父に送るんだ。まだ早いし、どこかへ行く？興奮して何かいいことでもあったの？フック、もうすぐ親父と私の誕生日会が始まるから急いでプレゼントをラッピングしてくれ。親父を驚かせたいんだ。君って子はこういう時は私を頼るのね。お願いナターシャお姉ちゃん、
診療所の掃除を2週間するから取引成立ね。それにしても本当にこんな高価なものを落札するとは思わなかったわ。あの熊のぬいぐるみ、いい値段で売れたみたいね。いくら国宝石に価値があったとしても、ただのぬいぐるみをその値段まで釣り上げるのにはかなり苦労したんじゃない？君たちが用意したプレゼントを見たら、フェスマンさんもきっと喜ぶでしょうね。ところで、君の誕生日会の準備は順調なの？フック、このお姉ちゃんは招待した？あ、まだしてない。お姉ちゃん、私の誕生日会に参加してくれる？やったー。私はモグラ島の仲間を呼びに行かないといけないから、お前の準備が終わったら私のところに来てくれ。一緒に誕生日会に行こう。名誉隊員、ちょうど誕生日会について話してたんだ。知りたいか？私の誕生日には毎回ゴーディーおばさんが作ったボリューム満点の黒豆ケーキを食べるんだ。それから親父が毎回特大の焼き岩暮らしガニを用意してくれるんだ。想像しただけでよだれが出てくる。ホールマスターのことも忘れるな。毎年この時期になると、親父は1年分のエンジンオイルを用意して、ホールマスターのお腹を満タンにしてくれるんだ。あたしはモグラ島の親分だぞ。お腹いっぱいにならないと、悪い奴らをやっつける力が出ないだろ。ちょうど誕生日会について話してたんだ。知りたいか？まずは親父でしょ。そういえば親父は前は誕生日を祝ってなかったけど、私を養子にしてから祝うようになったんだってさ。他にはモグラ島の仲間と、それからそうだ、ゼーレ姉ちゃんも招待した。時間がないから参加するのは無理だけど、プレゼントを送ってくれるって。あとは魔女ババアに、シュエターお姉ちゃんに、もちろんお前も招待したぞ、名誉隊員。ちょうど誕生日会について話してたんだ。知りたいか？先に俺から少し話をさせてくれ。みんなできれば鬱陶しがらずに聞いてほしい。フックを養子にする前は自分の誕生日なんて知らなかったし、誕生日会なんてしたこともなかった。娘に出会って初めて誕生日を祝う意味を知った。だからフックと同じ日を俺の誕生日にして、この特別な日を一緒に祝うことにしたんだ。それが毎年続いて、いつの間にか俺自身も誕生日会を楽しみにするようになっていた。今日は特別な日だ。フックはモグラ島の仲間に加えて、この親切で勇敢な新しい友人も招待した。みんな今日は盛大に楽しんでいってくれ。ナターシャから聞いた。あのフックのでかいクマのぬいぐるみ、お前が一緒に取りに行ってくれたんだってな。いや、フックは昔あのぬいぐるみがないと眠れなかったんだ。おやじ、それは言わなくていい。私はもう大きくなったから別に危機がなくても寝れる。町を離れてから生活は苦しくなるばかりだった。
家計を何とか支えるために俺はお前の面倒を見ることもできず、何日も家に帰れないこともあったな。そんな時はいつもキキがフックのそばにいた。俺の代わりにキキがフックの寂しさを紛らわしていてくれたんだ。だから俺は親父に言いたいことがある。実はキキを売ったんだ。何？売った？心配しないで親父、私はもうぬいぐるみがなくても大丈夫。ナターシャお姉ちゃんもモグラ島のみんなも名誉隊員も一緒にいてくれるから、私はちっとも寂しくないよ。まさか売ってしまうとは。俺はやっぱりダメな父親だ。そんな大事なことも知らなかったなんて。ううん、私はちゃんと知ってるよ。親父は私を一番に気にかけてくれてるって。そんな親父を心配させたくなかったから今まで言わなかったんだ。ありがとうフック。だがそれじゃあ俺が用意したプレゼントは。ん？親父は何を用意してくれたんだ？これはぬいぐるみ用の帽子に洋服、化粧台、それにぬいぐるみのお家まで。近頃はおもちゃを作るところが本当に少なくなってきていて、これを買うために何軒も回ったんだ。だがまさかキキが売られていたとは。残念だ。大丈夫、がっかりしないで。ナターシャお姉ちゃんに教えてもらって新しいぬいぐるみを作るから。あ、そうだ、私が親父にあげたプレゼント早く開けてみて。フックがくれたプレゼントか。わかった、今すぐ開けるよ。これは地髄鉱脈単身。これは私とお姉ちゃんがオークションで落札したんだ。落札に使ったお金は機器を売って手に入れたんだよ。これがあれば親父の鉱脈探測器を直せるよね、親父。ありがとうフック、このプレゼントは本当に嬉しいよ。ただ今は必要ないかもしれないな。え、必要ないって？フック、よく聞いてくれ。フックへのプレゼントは鉱脈探測器を売ったお金で買ったんだ。え？それじゃあ私のプレゼントも使い道がないってこと？フック、俺からのプレゼントは気に入ってくれたか？もちろんだ。親父からのプレゼントは世界一だ。そうだよフック、俺も同じだ。